皆さんこんにちは。サイバーコネクト2松山でーす。質問いきまーす。リトルテイルブロンクスのフィギュアはいつ出ますか？ありがとうございます。リトルテイルブロンクス。まあ、これね、うちが手掛けてる獣シリーズのね、テイルコンチェルトやソラトローボ、あと今作ってます戦場の風が、そういったシリーズを指すんですけども、これらのフィギュア。フィギュアかー。欲しいよねー、やっぱねー。やっぱ作りたいです。作ることを考えてますよ。なんで、まあ、けどそのためにはね、ある程度の数がちゃんと売れることを、やっぱこう、見込みとしてね、作っていかないと、作って赤字やとするビジネスにならないので、で、あと、問題はね、そう言って、こう、作るって言っても、日本で作ったものを、今後、こう、海外で、売っていく販路っていうのをね、これからやっぱちゃんと考えていかなきゃいけないと思います。日本で作って日本で売っただけで、あとはね、東京オタクモードとか、まあそういったところとか、あとアマゾンからね、無理やりなんかこう、海外輸入してもらうっていうのも、もちろんやっていただける分にはありがたいんですけども、もうちょっとね、ちゃんと、こう、こっちで、販売展開できるような、ルートもね、ちょっと作っていかなきゃいけないと思いますんで、まあもし、ちょっとそういうメーカーや流通の方々が、見てらっしゃったら、ちょっと、一回打ち合わせしましょう。ぜひ、相談したいと思います。そのためにもね、リトルテイルブロンクスシリーズが、もっともっと、こう、世界中の人に愛してもらえて、ちゃんとその関連グッズも、売れるなって、思える数にやっぱしていかなきゃいけないと思いますんで、我々は、我々で、頑張っていきます。フィギュアも作っていきたいです。頑張ります。